これは私たちが作曲した曲なんですけども、こちらのパートとこちらのパートが順番にお互いに煽って、太鼓をどんどん盛り上げていくという太鼓です。煽りという曲お聴きください。
曲、車を3つ書いて轟くっていう読みますよね。その轟き太鼓でね、このたった大社の森を太鼓の音を轟かせたいと思います。ではお聴きください。轟きです。神社に奉納するために役位と定められたる二百十日、これを題材にして作った曲、50年間ずっと守って叩いてきております。最後になります。二百十日打ちをお聴きください。
祭りする方が神社県内をね再建の無駄ファーレのいつから祭られたものかは定っていない。毎年役人と定められたる200頭か、その前夜には村人を全て集まり、その年の五穀豊穣風南坊の願いを込めて若者たちは太鼓を打ち鳴らせるのである。また本日ここ春日大社の境内におきましては、春日大社のますますのご発展と、ここにお集まりの皆様のますますの幸せの願いを込めて打ち鳴らせれば万代の日
ました。ありがとうございました。Thank you.